アメイエムハト6世は、古代エジプト第13王朝の第7代、または8代ファラオソクイはセアンクイブラー。鳥の王名表の第6欄10行目に記されている。また、カルナック王名表の37番目にも名前が載っている。エルマハミドとエルクイブリから、それぞれ名前の刻まれた円柱が発見されており、カルナックやアビドスで見つかった石碑からもカルトゥーシュが、 確認されている。名前が刻まれた遺仏の分布状況から、ヌビアまでを支配下に置いていた可能性が高い。アメン・エムハト6世の誕生名は、アメニアンテフ・アメン・エムハトという。リホールドを中心とする研究者たちはこれを、王個人の名前に、父親や祖父の個人名を組み合わせたものと解釈している。その裏付けとなる証拠として、第13王朝時代の王の息子アンテフという、 人物の名前が記されたスカラベ印象が発見されている。このアンテフがアメイエムハト6世の父親だとすれば、その父である王の名前はアメにすなわちアメイエムハト5世である可能性が高い。彼以外にも第13王朝の王たちには2つ以上の個人名で構成される誕生名を名乗っているものが多く、これを手がかりに用いた王刀の復元が試みられている。 例えば、同時代の王アメニケマウは、アメイエムハト5世の息子で、後継者であったと考えられている。さらに、ケマウサホルネジヘルイト F は、ケマウの息子で、アメイエムハト5世の孫、すなわち、アメイエムハト6世のいとこであったと考えられている。そして、サホルネジヘルイト F の後継者で、アメイエムハト6世の前任者の言にも彼らの兄弟であった可能性がある。しかし、 一人の人間が複数の名前を持つ例も多く見られることから、この復元法に異論を唱える学者も多く、完全に確定された説ではない。ありがとうございます。